おお、いいね。こんにちは。テストです。音声のテストをしてます。意外に映んないな。声は大丈夫そうですね。うん、オッケーだ。結構音拾うな、これ。皆さん聞こえてます？なんかタイムラインにこれ続々と入ってくると結構恥ずかしいもんですね、これ。録画は一応できてるようだな。
ありがとうございます、ヨウさん。聞こえてますね。申し訳ないですね、お仕事中の方々、本当に。お仕事頑張ってください。ちゃんと、これ言っても分かんないのか。お仕事頑張ってくださいと。アーカイブ残します。言ってる。13人、12人。すごいな。ありがとうございます、皆さん。月曜日のね、今日月末ということで。金融関係の方は、まず、無理だと思います。すいません。なんか始まっちゃってる感じですね、これね。あと、3分。まだ何も話してません。まあ別にみんな大したこと話さないんですけどね。一応8時頃からということで。ですね。機械がちょっと慣れないもんで、それの、習熟運転も兼ねて、もう、早めに回してます。皆さんありがとうございます。始まりました。ということで、始めます。皆さん、改めまして、こんばんは。どこ喋ったらいいの？エソットと申します。
じゃあ、どうも、こんばんは。27人も、すいません、大したこと話しませんので、まあ、ちょっとサクッと、ゴーストリームまでの間に、まあ、ちょっと言いたいっていうかね、なんか、言いますっていうか、言うと、まあ、ずっとやるって言ってて、ね、私、仕事遅いんで、なかなかできなかったんですけども、まあ、10月中にはやりますと宣言しちゃいましたんで、今日10月31日にやることにしました。で、そうです。で、ちょっと簡単に、自己紹介を、まあ、改めてこれ聞いてる方は全部知ってると思うんですけど、でも、お前のことなんか、まあ、どうでもいいって感じなんですけども、解説、説明します。そう。2007年のですね、3月ぐらいから、まあ、アイドル系の、軍団のそっと見守るブログっていうのをやってまして、で、まあ、いろいろやってて、最近はこう、ツイッターなんかをやり始めたところでですね、いろいろ皆さんと長くさせていただいて、まあ、ちょっといろいろ、広がって、なんかまあ、ちょっと、持ち上げさせていただいてるというかですね、まあ、そんな感じです。で、ブログの方なんですけど、こんばんは。撮ってる新参なので。そうや、いや、もう、今日初めてなんでね。別に大したこと話しません。なんか、ちょっと緊張するもんですね。で、まあ、ちょっとブログの方なんですけど、意外に知らない方とか、ももクロファンの方が多いんで、まあ、説明しますとですね。まあ、一応、前あってか、相棒がいまして、まあ、その彼に影響されて自分はそのアイドルの方とか興味持つようになったんですけど、それで、まあ、強調してる感じで、まあ、WO っていう、まあ、名前、読み方なんでもいいんですけども、WO とかですね、言ってるのと、あと WA っていうのと二人でやってます。なので、ちょっと、まあ、最近は頻度が落ちてますが、相棒がですね、たまに、こう、ブログの文書いたりすると、なんか、絵文字とかが多いですね。なんか、なんか雰囲気違うな、みたいな絵本は、うちの相棒の方が書いてるブログということで、二人で、まあ、ブログを書いてると。まあ、なんで、二人だから、まあ、軍団がいいかという、その、泥臭い理由から、まあ、そっと軍団みたいな名前を付けました。で、まあですね、最近ちょっと忙しくなってきて、なかなかブログも書けなくなってきて、まあツイッターばっかりやってるからっていうのもあるんですけども、ということで、まあいろいろ書きたいことがあるなっつったら、まあこれ喋った方が早いんじゃないかというので、ユースターやりたいなとずっと思ってたんですけども、まあ意外にこう生っていうことでですね、まあなかなか遠慮するというか、腰が重くて動かなかったんですけど、やっと、まあ、やっちまえと、早く慣れちゃおうということで、まず、最初の第一発目を始めます。で、まあ、そんな、自己紹介とか、もう一個言っとくか。で、まあ、要するに、まあ、オタといえばですね、何オタなんだっていうのが一番こう、まあ、みんな興味があるというか、最初の導入としては、わかりやすいというか、聞いておきたいというか、まあ、ね、アイドリングなのか、AKB なのかとか、そういういろいろあると思うんで、ちょっと話しておきたいと思うんですけど、もともとは、まあ、その相棒と、いろいろ見に行ってるときは、まあ、ハローの方が、基本で、で、まあ、ナッチの単独みたいなやつだったりとか、あと、ゴマキも行ったのかな？あとは、そう、結構、まあ、ハローコンも行ったし、ちょこちょことまあ、チケットが余ったりとかですね、ちょっと一緒に行かないとかっていうことで、嫌いじゃなかったんで、まあ、行き始めたっていうのが、そうですね、2005年ぐらいかな。2004年、2005年ぐらいで、いうところからハローにこう行き始めました。でもそれはもうオタなんていうあれじゃなくて、まあ、本当に、音楽コンサートの延長みたいなもんで、まあ、どっかり座って立ちもせずにですね、まあ、向こうから見て、ああ、アイドルちゃんと今こんなもんなんだなっていうのを見てるっていうのが関の山だったんですね。で、その後、まあ、自分パソコンが好きなんで、どうもどうも、ありがとうございます。ちょっと今、長々とプロフィールとかなんかを喋ってます。で、もともと、
パソコンが好き。まあ、パソコンオタクというほどでもないんですけども、いろいろパーツ買いに行ったりとかですね、なんかハードディスク買いに行ったりするということで、秋葉原も近かったんで、秋葉原はしょっちゅう行ってたわけです。まあ、そうすると、まあ、メッセサンオとかですね、まあ、アニメ系とか知ってる方なのかあると思うんですけど、そういうところに、こう、ずらーっと、まあ、ちょっと異質な、こう、行列が並んでたんで、何なんだあれはっていう感じで、こう、傍観者みたいで見てたところなんですね。なんで、そういう秋葉原となんかよくわからない、こう、まあ、ある種、言っちゃえば気持ち悪いものみたいなものにすごく、こう、興味があったのは確かです。全く傍観者だったんで、まあ、それは単純に気持ち悪いとしか思えなかったんですけど。で、その後、34人、ありがとうございます。で、その後ですね、時任亜美さんが、ちょうど2006年、2005年ぐらいかな、やってて、そのなんかその路上でアイドルさんみたいのがやり始めるっていうのがなんかこう、文化としてこう出てきた、秋葉原にね、っていう時代だったんですね。まあ、それもちゃんと仕掛け人がいたみたいなんですけど、そこで、まあ、時任亜美っていう、その秋葉原っていうのとこうくっついたアイドルちゃんと、まあ、つんくが、なんか、舞台をやるらしいと。で、その相棒に見に行かないって言われて、ああ、いいね、っつって秋葉原だったらなんか面白そうだしって言ったのがその石丸の、今なくなっちゃいましたけど、ソフト館の7階でですね、クライフォーヘルプっていう、まあ、つんくさんが、まあ、ナイスガールプロジェクトとかってやる前身みたいなやつで、そのお芝居みたいなのがありまして、それを見に行ったっていうのが一番最初です。で、そこで出てきた女の子たちが、まあ、どうやらハロプロエッグの子たちで、何人か選ばれて、ポッシボーというグループを作るというところあたりから、だんだん、こう、まあ、いわゆるオタ的な動きをするようになりました。で、そうだな。なんだったっけな。で、そう、もう一つは、まあ、亀戸が自分近いので、その時にその亀戸サンストリートって今もありますけども、その当時結構アイドルイベントとかたくさんやっててですね、まあ、どうやらその、まあ、秋葉原も近いということで、そのサンストをベースにしてポッシボっていうのがイベントをやり始めてるっていうことで、まあ、近いんだったら見てみるかと。本当は地方の方には申し訳ないんですけども、そういう、こう、まあ、モチベーションで行き始めたのが最初ですね。で、まあ、いろいろあって、もういきなり走っちゃうんですけど、ポッシボがあって、それが属してたナイスガールプロジェクト、NGP って言いますけども、なんて言いますけど、そういうのと。で、ハロープロの、まあ、そこら辺に行くと、だんだんその、まあ、新人公演とかですね、のも出始めて、こう、単にこう、ハロープロとかですね、まあ、本道の、門がボーンとあっても、自分としては響かなかったんですけど、どうやら、こう、つんくさんが新しいことをやり始めるらしいと。で、その、まあ、ファンもまだ数百人しかついてないところで、こう、新しいのができるっていうと、ちょっと自分も、興味が出てきて、これだったらちょっとなんか、まあ、普通のハローコン見るよりはちょっと面白いのかなっていう感じで、こう、行き始めました。で、まあ、いろいろあってですね、その後、2000、まあ、ももクロが、その前に、その、ポシボーの、子たちの一人が、僕が、まあ、推してた子なんですけど、まあ、辞めちゃいまして、辞めると言い始めなったのが2000、何年だっけ、9年の6月ぐらいかな。で、まあ、それがきっかけなのかどうかわかんないんですけども、どうやら、その頃に、桃色クローバーっていうのが、とんでもない、こう、ツアーをやるらしいというのを見てですね、まあ、いわゆる、長えな、もうな。10分経っちゃった。ヤマダ電機ツアーですね。それがずらーっと出てるのがあって、で、それを見て、これはすごいと。なんだこの、アマチュアバンドの死のロードみたいなやつはっていうとこから、まあそういう泥臭いとこから興味が出て、あ、ももクロ見たいな、見たいなと思ってたところが2009年の7月ぐらいで、ちょうどももかが入った直後ぐらいにヤマダ電機のところを見に行ったのが、ももクロにあった最初ですね。で、まあ、ももクロ
まあ、2の魅力動向というのはまたちょっと後で話すとしてですね、まあ、それでだんだんこう、エビジューも一緒に活動したりして、スタダ全体が楽しくなって、来て、で、その後に、まあ、東京女子流っていうですね、まあ、音楽好きだったらちょっと響くんじゃないかっていうのに、まあ、追っているというのが今、現状です。で、まあ、もともとがいろいろなものが好きだということで、まあ、ティフに出るようなですね、アイドルさんはみんな基本的にはチェックはしているつもりですけど、最近ちょっと仕事が忙しいんで、なかなか全部いけないんですけど、本当は、まあ、ももクロ女子流に変わるですね、新たな、今から押せるちっちゃい現場なんかを探したい、気分でございます。まあ、そんなことをやっています。なので、残念ながらちょっと AKB とかですね、あとハローの本堂の方は全然弱いんで、その辺は、申し訳ないんですけど、あまり話せないです。批判はするんですけど、話せないと申し訳ないですね。ということでですね、まあ、ちょっと最近のニュースということで、見ましたでしょうか、労働参加。これ、乗っかな。今日ですよね、公開されたの。するかなこれ。まあいいか。あ、まあいいや。ちょっとこっちから行こうか。パソコン遅いんですよね。あ、ちょうど自分のところに書きました。どうやって打つんだろう。まあ、一応音なしで。うん。まあ、ということで。まあ、いろいろですね。最近、まあ、なんだこりゃとか、くだらねえ、省エネルックとかですね、言ってますけど、私、まあ、これ、基本大好きです。で、ちょっとブログの方にも書いても同じこと言うんですけどね、ちょっとね、ちょっとっていうか、別に全然 OK です。なんだろう。もっとロック系とかで来るのかなと思ってたら、ちょっとファンクっぽい、本とか入っててですね、こういうことで来たのかと。で、これすごいのはこれですよね。こう、なんかこう、会社のシーンとかですね。これね、ちゃんと撮ってるカメラとかもなんかな、ちゃんとやってんだよな、これな。これがすごいっすよね、これね。若大将。これ、こう、ちゃんとハート型のアイキャッチ入れて、これ、全部これ、このためのセットなはずですもんね。これ、金かけてんな、これ。これね、これ丸ビルの、これがなんかちょっと残念だなっていう、これも、もうちょっとな、まあ朝ね、まあしょうがないんだろうね。まず、そういうことで、その、王権が、ね、ツイッターの方には、もう、このシーンはいい、このシーンはいい、これね。もう、このギター弾けないやつが勝手にこう、ジャラジャラやってるっていうのもいいし、この、もう、宮四郎とか思い出しますよ、これも。もう、ノネナールがこう、匂いそうな、こう、居酒屋ですけども。これね、高木電気設備とかも、これ一つ一つ、縦看、電柱用の看板作って貼ったわけですもんね。まあ、当たり前ですけどね。出したもんだなと思って。これ誰がこう、監督やってんの？ほんとこれ、iPhone に通勤中ずっと見てましたと。
そう、また佐々木監督なんですかねってね。これどうなんですかね。この前 Z 伝説のやつは、確か佐々木さんじゃないんですよね、あれね。そう、歌詞の中に王権の特徴的な言葉ちょこちょこ出てきますよね、ほんとね。ちょっとまだ歌詞を聞くまで聞き込んでないんで、あれなんですけども。まあ、先に出た王権のその、歌詞に関するコメントみたいのね、ちょっと僕もブログに書きましたけど、それがなかなかかっこよくてね。あれと込みで読み込むとまた結構面白い。まあ、王権はもうマルチって言うとなんか安っぽいですけどね。何でもできちゃうんで、そうなんだ。今日のスペシャルのやつで佐々木さんって出てました。あ、そうなんだ。そうなんですか。ありがとうございます。そうか。じゃあこれ佐々木さん褒めなきゃいけないですよ、これ。ねえ。皆さんたまには佐々木さん褒めてあげてくださいって僕も言うのなんですけどもね。いいものはいいと。これいいな、これ。この亀のシーンがいいですね、これね。かわいいね。これまた現場でやるんだろうな、この踊り。まあちょっとライブになってみなきゃわかんないですけどね。まあでも今までどんな何々だって言われた曲でもみんなお客さんの方がこう理解してライブで楽しめるようにやるっていうのがまあももクロなんで、まあこの曲調だったら十分その、まあ Z 伝説的な、あんまりちょっと濁しますけど、Z 伝説的な、なんかこう、乗り切れないみたいなね、ちょっと乗るのが難しいみたいなことはないと思います。で、曲もいいと思います。別に何でも面白がってるってわけじゃないですけど、自分は気に入りました。です。そう、一眼デジカメが佐々木さん。そう。そうですよね。その、被写界深、最近流行りの、こう、被写界深度が浅い感じの、あれで、撮ってる感じで。それも結構なんだろう。あんまりわざとらしい感じじゃなくて、うまく撮れてんじゃないかなと思います。まあ、自分的にはちょっと、どこまでアイドルちゃんを落とし込めるみたいな、その、汚く撮るかみたいな方を、が期待してるところがあるんで、もうちょっとこう、可愛くないとか、ボロボロにして撮りたいとか、そっちの方を期待したんですけどね。でもまあ、いいと思います。そう、千鳥足のとこ本人たち酔っ払ったことなんて当然ないのでバレーみたいな振る舞いって、ほんとそうですよね。アーリンそれ酔っ払いじゃねえだろうみたいな。すぐ背中反るんだからみたいなね。ちょっとコメントごめんなさいね。拾えなかったらすいません。ちょっと1時間の中で終わらしちゃいたいと思いますんで、全然たいはないのでコメント拾えなかったらすいません。たまたまちょっと、見て、忘れちゃったということで、すんで。行くぞオマージュ。行くぞって何なんだろう。ごめんなさい。わかんないな。メンバーの顔を早く撮れてます。と思います。佐々木さん褒めましょう。そうですね。昨日腕上げたり、上げたり上げ伸ばしするぐらいをやってましたと。なるほどですね。そうか、昨日やったんですもんね。ちょうどバイト休憩中はお邪魔します。ああ、いいっす、いいっす。バイト頑張ってください。あれ、更新されねえな。佐々木さんはももなのか。もも？まあ、そういうことで。まあ、そのね、ちょっと、まあ、個人的には、まあ、皆さん乗るわけじゃないんですけど、Z 伝説と D の順序は、まあ、自分的にあんまり好きじゃない曲だったので、まあ、ひとまず安心っていう感じですね。これが、その、まあ、紅白とは言わないまでも、年末とかで、ももクロがまた、こう、
埼玉スーパーアリーナの後にこう飛躍してですね、まあおそらくこの曲を引っ提げて、いや持っていくにはもういい曲なんじゃないかなと思ってます。そうそう、やっぱり1デジ動画なんですかね。ピンの合い方がそれっぽいなと思いまして。あ、そうそう、そんな感じだと思います。あれ、やっぱか、ね、なんか専門的なあれですけど、カメラの本数もたくさんできるんで、多分みんな業界で重宝してんじゃないかななんて勝手に想像してます。そう、よし、行くぞ。そう、だから、王権がね、くしくも言ってたように、まあ、俺がラップ書くと、おら、東京さ行くだ、みたいな、になっちゃうからって、いや、それはまさに今ぴったりだろうと、あえて言いますけども、ももクロらしさにぴったりな、よし、行くぞ、的な、サラリーマン像みたいな、まあ、ぴったりだと思います。うん。はい、まあ、そんな感じでした。で、21分。でですね、今日話したいというか、まあもう、僕が言っときたいなと思ったのは、まあ、ちょっと話変わるんですけど、やっぱりユーカリンの件をですね、ちょっと喋っておきたいなと。まあもう、恨み節みたいにですね、ブログの方には書いたんで、まあそれがもう全てなんですけどもね。うん。まあももクロ、ファンの方にはちょっとピンとこないと思うんで、ちょっと、簡単に、僕とエッグ、話したいんですけど、ですね、さっき言ったそのポシボっていうのがもともとハロプロエッグっていうところからの出身で結成された、メンバーです。で、そこから、まあ、逆算的にですね、じゃあなんでハロプロエッグって何だろうっていうのが興味が出てきたところに、2007年の5月にですね、第1回新人公演つって、ハロプロエッグが、まあ、ハローの曲を歌って、歌うというのを、CC レモンホールで、やりました。で、それを見に行ったのが、その新人、まあ、ハロプロエッグちゃんたちの、との出会いなんですね。ただし、まあそれは言っても僕もその時はまだまだ薄いオタですし、ああ、こんなもんなのかっていうところで、まあそこにポシボのメンバーがいたから面白かったっていう、まあ自分のね、子供がいる、なんか、こう、ライブを見に行くような感じの気持ちで行ってたわけですね。で、1回、2回とポシボは出たんですけど、第3回っていうところになると、まあちょっとその、つんくさんがもともとそのやりたかったハロプロ以外のプロジェクト、まあそれが NGP のことなんですけど、それをやるために、まあハロプロっていう枠を超えて、ポシボがその NGP というところに属すると、まあちょっと枠みたいな話なんですけどね。ということで、ポシボいなくなりました。で、面白いもんで、その、ポシボ、まあ、見たいメンバーが、いなくなると、他に目が行くっていうのは、その、こう、大きな人数のいるライブの面白いところで、まあ、例えば、AKB とかもそうだと思うんですけど、何々ちゃん見に来ました、つってて、推しメンがいたら、いたで推しは見なきゃいけないというか、ね、まあ、見るわけですけども、まあ、いないと、休みとなったら、じゃあちょっと他見るか、じゃあ、2推し、3推し見るかとかですね。まあ、そうではなくても、じゃあ、ちょっと全体的に見るかっていう時にいろいろ発見があるって。そこら辺がこう大人数でやってる時のライブの楽しさかなというところです。で、3回目っていうのが、ステラボールであったんですけど、ちょうどその、自分が見てるところにですね、ちょうどユーカリンが、まあ、その時、中1かな？何年前でしたっけ？ 2007 年だから4年前か。その時に、の中1のゆかりんがいたんですね。で、まあ他いろいろ見てたら、これが可愛いと。まあ、いわゆるその、そこまでは、ポシボのメンバーがどこを歌うか、何のパートをやるかとか、どういう組み合わせをやるかっていうようなもんで、自分自身、ハローの知識、まあほとんどないですから、見てるだけだったんですけど、その前田優香っていうのがもうどうやら可愛いのがいると。あ、ごめんなさい。ちょっとコメント読んでました。
ごめんなさい。コメントをごめんなさい。全部読みますね。すいません。自分この曲苦手なので、ライブでのパフォーマンスを見て判断します。そうですね。まあ、僕も全然関係ない話ごめんなさいね。D の順調に関してはそう思います。ダッシュダッシュダッシュとかやりますから、嫌いな曲でも、まあ、というか苦手な曲でもね、ライブで変えてきてくれたりするのがももクロのいいとこですんで、あんまり逆に曲にこだわらずに、まあ、楽しめるとこだけ楽しめるというのがいいと思います。あそこのラップパートは好きです。そこ以外乗れなかった。なるほど。なるほどですね。ラップを大きめに発注した段階で想定済みですかね。確かにそうですね。これはだから、まあね、特撮っていうか、保険というか、楢崎さんというか、その辺に、長けてるというか、仲のいい宮本さん、プロデューサーが、いろいろこうイメージをして、そこにはめたっていう感じなんですかね。で、保険ならばラップというより、語り口調だったらもっと面白かった。確かにですね。そうそうそう。そうそうそう。俺にカレーを食わせろ的なね。だから多分、王権が、ちょっと書いてましたけど、そういう労働とかって言ったら、戦い、まあ、なんだろう。ね。60年代闘争みたいな、そういう、こう、やつを入れたかったんでしょうけど、結局そこはバッサリ切られたっぽいんで、そこはちょっと残念だなと思うんですけどね。まあ、制服工場委員会じゃないんで、あんまりそういう政治的なことも入れたくないんでしょうっていうところも思いました。はい、ごめんなさい。ちょっとそれで、話戻ります。で、その第3回新人公演っていうところで見に行った時に、その前田優香っていうのを、まあ自分としてはこう、あ、いるんだっていうことが分かってですね、そこでまあ認識をしたっていうのが最初です。で、まあその思いっていうのは、まあ演者側というか、プロデュース側も、だんだん、まあ、分かってる。まあ、もちろん分かってることのようで、だんだん前田優香が出てくるパートのところが、大きくなってきて、ソロで歌う時が多くなって、新人公演の中でね。で、だんだんまあ、ハロープロには、こう、抜擢されて、例えば、守護キャラとかですね、そういうアニメ系のエンディングテーマを歌ったりとか、そういう、こう、フィーチャーのされ方をしてきます。で、新人公演のそのエッググループの中でも、まあ、吉川優とか、北原さやかとか、福田香音とか、和田彩香、小川崎、佐保あかり、他にも多分いますけどね、そういうこう、まあ、目立つメンバーがですね、抜擢されて、ちょこちょことそういう仕事をするわけですね。で、まあちょっと守護キャラエッグって言って調べるとわかるんですけど、その辺で、だいたいこうスマイレージのひな型みたいのができてきて、その第一次というか最初に結成された守護キャラエッグっていうのが、前田優香、小川崎、あ、ごめんなさい、前田優香、和田彩香、福田香音、佐保あかりという4人だったわけですね。で、これが、まあ、グループとして行くんじゃないかみたいな、だんだんみんなファンの方も分かってきて、たんですけども、いざ箱を開けたら、その佐保あかりというのが、落ちてというか、抜けて、小川崎。まあ、小川崎も実力派だったんで、まあ、ある種納得の選択であったんですけど、そこに追加で5人という形にはしないで、4人のスマイレージというのが結成されたっていうのが、経緯ですね。まあもうこれも有名な話ですけど。お邪魔します。ありがとうございます。で、はい、ありがとうございます。スマイルじゃ寺田さんチョイスにしてみんな可愛かった。そうですね。もう、本当に、スマイレージというか、エッグの中でも、まあ、可愛い子、実力派の子、いろんな、まあ、もうちょっとオーバーエイジの子、もういろいろいたんですけども、その時は中学生、全員中学生、中2ぐらいかな、セレクションされた。中2、そうかな、中2。まあ、マイナーデビュー、マイナーじゃないや、の時、インディーズデビューは中3ぐらいなのかな。こう、セレクションしてるのは多分中2ぐらいの感じなんですけど、だったと思うんですけど。可愛い子。だから、まあ、確かに、ちょっと、派手さはない、佐保あかりちゃんっていうのが落ちたっていうのは、まあ、わかるっちゃわかるんですけども、残念ながら、落ちてしまったと。で、その子は今、アップガールズっていうところにいます。
まあ、ということで、しばらく、その4人で、まあ、エッグの仲間ということでいたんですけども、ある時ですね、まあ、スマイルエイジとして、正式にその、ハロプロエッグっていうのを卒業しますと。まあ、それは本当に脱退じゃなくて、もう、まあ、ちゃんとメジャーデビューするから、いなくなるということがあってですね、これが多分、ハロプロエッグ、ハロプロエッグの中ででもまあハイライトになるようなシーンだったんじゃないかなと、いうシーンでした。要するに、北原さやかっていうのは、まあ僕ちょっと好きなんですけど、その子がまあ、全員の、まあ年上の子もいるんですけども、総代表みたいになってですね。で、4人がこう並んで、言ったのは、まあ、みんな本当におめでとうと。で、とにかく私たちは嬉しい。要するに、エッグというですね、まあ、ある種、仕事はたまにあるけど、基本的には研修生というとってもこう、不安定な立場で、あなたたちが、デビューをしていくということは、私たちにも道があるということだし、その、まあ、夢の一つが一つ実現したことになった、ということで、本当におめでとうと頑張ってっていうことでもう、まあ、本当に感動的な、その、卒業式っていうのがありました。なので、自分としてもですね、そこで、なんだろう、思い入れっていうのがかなり、どん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 湧き上がって、だから、エッグファンみたいなのも、こう、どん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 形成されてたんですよね。で、それが2000、8年かな？ちょっと思い出せないや。彼女たちが中3ぐらいの時かな。中3か中2ぐらいの時に、正式に、まあ、そうか、中2か。ごめんなさい。あ、中、まあいいか。ということで、中学生ぐらいの時に出てきたと。で、まあ、自分はその頃も、ちょっとももクロの方に動いてたんで、ファンになるっていう感じではなかったんですが、まあ、いろいろね、イベントをやったりするときに見に行く。もちろん、なかなか頑張ってほしかったんで、見に行きました。ということで、その、まあ、なんだろう、だんだん進んでいくうちに、まあ、メジャーデビューもして、まあ、新人賞、レコード大賞も取ってっていう感じで、あとは、去年のアイドルユニットサマーフェスティバルみたいなですね、いわゆる戦国時代要員みたいな感じで出てくところも大好きだったし、あ、やっとハロプロはちょっとずつ変わってくれるかなと、この子たち使ってなんかこう世間との関わりを持ってくれるかなという明るい気持ちも持ちましたし、あとはハロプロエッグっていう自分がまあずっと見てた新人公演っていうのの子たちが、頑張ってそこで勝負を打っていくっていうのにすごく楽しさを持って、ました。ただし、まあちょっと自分自身がですね、その NGP の件っていうか、まあ抜けちゃったというか、まあ、ちょっとつんく♂プロデュースが嫌になってきたっていうのもちょっとあって、まあ楽曲がその、まあ、正真正銘のつんく♂プロデュースみたいなですね、それもその、なんて言うんだろう、かわいいかわいいつんく♂プロデュースっていう感じで、なんかこう、やっていくところ、まあ、ほら、歌声か、歌唱法としてもなんか舌足らずみたいなですね、それがもうちょっと聞けなくなってきちゃって、ちょっとアンチみたいな感じの雰囲気になって、まあ今もちょっとそれあるんですけど、そういう感じで、まあ、本当に遠くからたまに見てるっていう感じではありました。っていうことで、まあ、もともと今もそうなんですけど、ちょっとツンクアンチなところがずっとここ数年あるところで、まあみんな大好きユーカリンのですね。まあこれ脱退ですよね。脱退引退。まあ卒業っていうのは、まあ一応自分の中で定義してて、高橋愛がいなくなればこれはもう完璧卒業って言えると思います。あれだけ頑張ってて。他のグループでも、まあこれだけ頑張ってていろいろやったし、卒業だよねっていう定義はあると思うんですけど、まあこれはもう完全に、まあ脱退ですよね。そして、ショックなことに引退と。いうことになってしまいました。で、まあ、トントントンと。まあ、
ちょっとね、自分がスターダストの方を、ずっと中心に見てるからっていうのもあるんですけれども、ちょっとこれ前からよく言ってるんですけど、ツングプロデュースって基本的に音楽ステージありき、音楽ライブを、第一優先順位で、音楽ライブをやるために成り立ってるって言っても過言じゃないんじゃないかなと。要するに、ライブがある。で、ライブを組むために、グループを作ると。で、グループの世界観を作っていく。で、そこに必要なメンバーをピックアップしていくっていうのが、ツンクプロデュースだと思います。なんで、例えばハロプロエッグの子たちがいくら余ってて仕事がなくて、いつできるんだろうな、私デビューできるんだろうなっていう状態にあっても、大げさなこと言うと関係ないんですね。と思います、自分は。なので、基本スタンスはグループ、まず演出したいステージがあって、そこにグループがあって、そこに必要なメンバーっていう考えだと思います。要するに、そうすると、不遇なメンバーというところは日は当たらないわけですね。そういうスタンスなんで、それを見続けるのがもう嫌になったので、ちょっとハローから一歩引いたっていうところもあるんですけども、そういう多分スタンスでつんくさんやってる気がします。で、特にそれが気がつくようになったのが逆にですね、スターダストさんのそういう、プロモーションというか、あれを見てると、そっちは、やっぱりスターダストプロモーションというだけあって、それを知ってか知らずかわかんないんですけども、個人の、タレントさんを、プロモーションしていくっていうのが、スタンスかなと。だから、ボトムアップというかですね、いろんな女の子を取って、この子をじゃあ生かすにはどうしたらいいだろう。じゃあ、ちょっと遊んでんのもあれだから、ユニット作って、集めて、アイドルグループにするかと。それが軌道に乗ったらまたちょっといろいろ違うんでしょうけど、やっぱり個人個人をプロモーションしていくのが、マネージャーさんの手腕だったりして、それのために、いろんな人材とか、材料が集まってくるっていうのは、スターダストさんなのかなと。そうすると、ハロプロ側のその新人さんの努力とかを見てると、ちょっと不憫になってくるんですね。結局この子が芽が出ないということは多分このままほっとかれちゃうんだろうなみたいなのが見えてくると、応援してても寂しいですし、そのアイドルちゃんを見てる一番大事なその明るい未来みたいなですね、なんとなく明日も頑張ろうみたいな感じにつながらないって自分はこう思うようになりました。で、今回のゆかりの、脱退ということも結局はそこなのかなと思ってます。結局、スマイレージという世界観を出すために、重要で欠かせないメンバーではあったんだけども、個人のあれを尊重して、辞めますと。個人が、の、なんだろうな。個人のそういうあれっていうのは別にタレントとして輝かせるんじゃなくて、じゃあ大学行きたいんですけどったら、そりゃ大学行きたいんじゃしょうがないね。じゃあ、その、次探すかという多分スタンスなのかなと思います。もちろん内部ではいろんな葛藤とかね、あれはあったと思うんですけど、最終的にはその、例えばユカリンがですね、じゃあ芸能界には残ります。じゃあ私を芸能人としてプロデュースしてくださいと言われても、アップモーターが多分困っちゃうと思うんですよね。そういう考えはないから。だから、一番わかりやすいのはですね、早見あかりがモモクロ辞めるときっていうときも、川上さんとかの説明で、芸能界も一回辞めたいと、要するに全部清算したいみたいな感じでは言ってたんだけど、そこは思いとどまらして、芸能界とか事務所には残るということに思ってくれたと。で、ももクロの活躍もあってだと思うんですけど、早見あかりという人材がいろんなことで芽を出すというかですね、露出するようになってきたっていうのは、まさに
個人のプロモーションにこう軸を置いてるからかななんて、思います。まあ、あかりが優秀だっていうのももちろんあると思うんですけどね。うん。いろんな、すみませんね。なんか、ロフトプラスワンで、酒飲んでる感じで拝聴してます。ありがとう。酒が美味しくてありがとうございます。ハロプロっていつまでもなくならないって変な錯覚しちゃいますよね。そうなんですよね。まあ、多分、ハローとしては、その宝塚みたいなことを目指したいっていうのは、まあ、伝わっては来てるんですけどね。まだまだ、まあ、ジャニーズにも程遠い、こう、まあ、システムかなって思います。お邪魔します。ありがとうございます。いろんなグループをシャッフルしたときはそうは感じなかったですが、なるほどね。まあ確かにそうですね。いろんなグループをシャッフルしたとき、まあ確かにそう思います。個人のキャラクターを付け合わせて、ソロのシャッフルをしてるっていう、ただ、これは僕の考えなんですけど、グループ、それもあくまでグループ、こんなグループあったらええやんっていう、グループの箱ありきで、なのかなと。まあ、その辺ちょっと細かい話なんですけど、要するに、こう、ちょっと、ネガティブな気持ちを持っちゃったり、どうしようかなっていうところの、こう、メンバーに関しては、まあ、去る者を追わずっていうことになっちゃうのが今までのハロープロ的、メンバーの、こう、身体っていう感じなのかなと思います。で、まあ今までだったらそれでも良かったのかもしれないと。ハロプロっていうのはやっぱりすごいブランドもありましたし、パワーもありましたからね。ただこの前田優香を辞めさせちゃうと。もう何なんだよと。もうちょっとその、まあ一つは単に寂しい。ああいうかに辞めちゃうんだっていう、もう、昔から見てる子が辞めちゃうという寂しさと、あんな大エースをそのまま抜かせちゃう、不甲斐なさですね。を感じました。なので、ちょっと今、こだわって、書いて、ブログの方にいろいろぐちゃぐちゃ書いてます。まあ、全然結論とかないんですけどね。まあ、有原、カンナさんの例もあるので、なんかね、こう拾い上げるみたいなこともしてほしいなと思うんですけど、まあ多分このまんまだと、ゆかりん自身がもう芸能界はいいやっていう感じで終わらせちゃいたいっていう気持ちなのかな、なんて勝手に思ってます。あ、でもな、有原さんの時もそんな風に感じたんで、ね、声をかける他の事務所とかがいたらどうなのかななんて思うんですけどね。ハロの話です。戦略云々より思いつきかなと。その通りです。で、まあ、これがある種思いつきっていうかアップフロントのすごいところって思うのは、あのやっぱつんくさんのその思いつきをですね、まあ、全面的にとは言わないですけど、それをもう組織でサポートしちゃうと。それで、こう、風向きというか、あれも決まっちゃうっていうのが、それをサポートしてるっていうのはすごいですよね。あれだけのお金が絡んで、まあ、いろいろ、上の方じゃいろいろ絡んでるんでしょうけど、まあ、基本的には、そこ、ツンクプロデュースを全面的にサポートする。それが、すごいなと。アップフロントはすごいなと思います。まあ、だからこそ、ちょっとやってられませんよっていうようなね、マネージャーさんは多分辞めちゃうのかななんて思いますけどね。まあ、その、今までも AKB がたくさん出てきて、ハローがだんだん、こう、興味を失われてるところで、まあ、ツンクプロデュースが何なんだろうとか、いろいろこう、言われ、てると思うんですけども、まあ、もう14年ですからね。まあ、ちょこちょこと内部は変わってて、僕はハロータじゃないですから、気がつかないだけだと思うんですけども、まあ、14年もあったら、どんなにね、いい会社とか、いい、あれも、こう、だんだんこう、まあ、固まってきますからね。そろそろこう、
そういうなんか、回し方みたいのも、なんか、ね、皆さんの会社とかでも、なんか本部制に変わりましたとかって言ったら、また変わって組織が変わりましたとかっつって、飛ばされちゃったりとかですね。やっぱり風通しよくするってそういうことが絶対必要で、大きいとこは特に必要だと思うんですよね。で、まあ、その前田優香辞めるときで、こう一番、まあ、こう、なんか歯がゆいのはですね、まあ、例えば、まあ、これはまあ商業的なこともあると思うんですけど、ももクロだったら、辞める辞めないのことを、まあ、そのまま、こう、ネタにしたりですね。まあ、それそのものをドラマにしたりとか。まあ、AKB もそれちょこっとあると思うんですよね。まあ、男できてやめますとか、タバコ吸ってやめますって言うんだったら、まあ、あれですけども。どうしてもなんか、やめるなきゃいけないっていう時には、それをこう、例えば現場マネージャーが実はね、とこう言ったりとかですね。戸ヶ崎さんがこういろいろエピソード言ったりとか、いうのがあったらいいな。そこで、まあ、辞めるという、オタさんにとっては最大の、こう、悲しいことをですね、まあ、和らげる、ああ、そういうことだったらしょうがないかとかですね、納得していく、こう、一つ一つ、こう、まあ、お証拠を一つ一つ上げるようにですね、こう、心を、まあ、だんだん、こう、理解していくと思うんですけど、結局、まあ、ハローはブラックボックスですから、そこがね、何にも伝わってこないと、断片的にユーカリンとつんくさんのコメントだけで、終わっちゃうと。で、翌日からは何事もなかったようにブログが再開するっていうのが、まあ、ちょっと残念ですよね。まあ、全部ももクロの真似しろなんて全然思わないですし、全部いいとは思わないですけど、なんでこの、大事なメンバーが辞めるという事実を、まあ、メンバーはもちろんのこと、スタッフからも出ないし、つんくさんからも、はい、以上、みたいな、はい、次行くで、みたいな感じで、辞めるやつのことはもう知らんで、みたいな感じで、こう、何も触れないという、そこの、まあ、寂しさ、っていうかね、それでいいのかなっていう、なんかね、まあ、スマイレージファンから言わせると、どうなんだろうな、もう、さっきちも辞めちゃったし、俺ら何のためにこう、応援してきたんだろうって、ちょっと置いてけぼりになったような気になるんじゃないのかなって、ちょっと思ったりします。まあ、いろいろね、人によってはどう思うか分かんないですけど、早見あかりが辞める時の、ももクロのそのピンチをチャンスにするっていうのはすごくやっぱ良かったと。辞めること自体は悲しかったですし、寂しかったですし、特にももクロオタにとってはですね、もしかしたら握手がまずかったんじゃないかとかいろいろあって、ああ、自分ももうちょっとなんかできなかったかなと。いわゆるももあかりが辞めるときに、そういう、まあ、反省って言ったらなんですけど、いろいろ考えるところがあったのはももクロオタさんの気持ちだったと思いますけども。ただ、そういう、ちょっとお茶飲みます。まあ、ね、ちゃんと握手、まあ、1月に発表して4月に辞めるという、まあ、約4、3ヶ月半か、3ヶ月か、っていう長い時間があってですね、そこで、まあ、それは明かりだったから可能だったっていうのもあるんですけど、握手して、まあ、残念だよって言葉をかけられるって、これは本当に贅沢な時間だったなというふうに思います。で、ももクロ関連のあかりの脱退に関する歌っていうのが、まあまあ、本当に多いし、それがまあモチーフにされてるっていうのもあるんですけど、それだけ、あかりがいたことが間違いじゃなかったし、大事なメンバーだったし、でも辞めても明るい未来を見ようっていうような、こう、前向きな感じの歌につなげられたっていう、もう本当にこれ、まあ、ある種、こんなにね、幸せに脱退できたグループ、メンバー、ファンはいないんじゃないかと思います。まあ、それと比べちゃうのはちょっと酷なんですけど、あまりにもちょっと、今まで通りにやりすぎなユーカリの脱退で、まあね、まあ僕にとってはもう今、ももクロと、まあスターダストと徐州流と静風がいればですね、もういいんですけど、まあ、ユーカリン辞めちゃうかいそうかという寂しさ
でございます。まあ、そんなこと言っても多分変わらないし、ハローはハローで今後もそのまま続いていくんだろうなと。で、スマイレージはまたきっと第2期、第3期っていう補充が来て、まあそこで瞬間風速的には、新しい子入ったあの子可愛いじゃんっていう感じで、こう、ちやほやされて、ライブが進んでいくんだろうなという感じかな。ハロータさんごめんなさいね。ちょっとコメント読みます。サッカーでいうシステムに合わせてメンバーを決めるか。あ、なるほどね。メンバーを決めてそれにシステムを決めるかの違い。あ、うまいこと言いますね。そんなイメージですね。そういうふうに思います。うん。だから4-2-2とかね、なんとかそういう、それの監督に合わせるメンバーをチョイス。で、チョイスするにはメンバー代表候補は多ければ多いほどいいということで、新人研修生的なことはガバッと取るっていうのが、ちょっとまあ反省もしてると思いますけどね。それがつんく流、まあハロプロ流かなと思います。ハロは人員は素晴らしいのに楽曲がずっと厳しいので辛いですよね。そう、これもね。うん、本当その通り、みんな思ってますよね。だから、まあこれもちょっとまたハロー嫌になっちゃって恐縮なんで、あんまり言いたくないんですけどね。まあ言いたいんですけどね。やっぱり、そろそろつんく流プロデュースは、そのコンペとかですね。今、要するにアレンジャーとかもいろんな人もその人材として持ってて、まあ、つんく曲っていうのはアレンジャーの曲だと。いろんなブレーンのアレンジャーを呼んで、そこの面白さがあるんだよっていうのはあると思うんですけど、まあ、ちょっと限界ですよね。つんくさん自身が、まあ、クリエイターで居続けたいっていうこだわりがあっちゃうので、まあ、ちょっと今そこがとっても悪い作用をしていると、思います。コンペ曲とか、まあ他の全く関係ないことを持ってこない限り、ああ面白いの来たねっていう感想は多分、まあ太田さんはともかく一般の人は感じられないと。きっとね、そういうこと多分中でも言ってるとは思うんですけどね。もうね、ジャスラックの著作権ももらったことですし、もうそろそろ変わってほしいなと思うんですけどね。組織は保つには破壊しかない。ただそんな感じがします。だから大手なんだ。ああ、だから大手なんだと思います。その通りですね。もう、そう。ね、またこれ、もうなんかスタダ傘下みたいになっちゃうの申し訳ないんですけど、やっぱスタダストさん、どういうちょっと組織体系かわかんないですけど、何々南部とかっていうのはすぐなくなったり、すぐ統合されたりするっていうのは、あれはさすがですよね。だから普通の会社でもあそこまでできないと思います。やっぱそれだけ上の人が、お前ら、こっちだから、つって明日から移動とかつって、やっぱそういうのをやってるから、その女優さん事務所としても大手たるって足り得るのかなと。もうそれがすげえなと思います。もう芸能事務所って感じではないですね、その点においてはね。なんか公務員的なんですよね、会社が芸能ジャンルのに不思議と。そんな感じですよね。まあ、ちょっと自分が会社的な話が好きなんで、ついそっちの方持ってっちゃうんですけど、まあね、今、そういうふうに、まあでもな、まあいいや、やめよう。お邪魔します。ありがとうございます。53人、ありがとうございます。あかりんが恵まれた脱退って言われたのよくわかります。本当その通りです。本当にその通りです。これ本当に。まあ私もそんなおたれき長くないですけど、早見あかりだった。体がモチーフにされて、これだけ、いい曲が出てますしね。早見さんも早見太田も本当に脱退の時も今も願われてるとなと思います。本当にその通りです。ももクラ全部見せちゃって、そこに嘘がないよって姿勢が評価されてるんじゃないかと思います。なるほどね、その通りだと思います。で、メンバー自身も、まあそういう、なんだろう、素直さみたいのが一番こう直接伝わるメンバーが結局は残ったんじゃないかな。あ、それは上がりがどうこうじゃないんですけどね。そういうことのメンバーの、まあ、がいる構成になったんじゃないかななんて思います。だから、ももクロってちょっと幼稚に見えるってのはその辺だと思うんですよね。だから好きな人もいるし、そうじゃない人もいると。アカリンが芸能界に残ってくると本当に良かったと思います。個人的には、あ、思います。本当その通りです。だから、なんか、なんでしょうね。もうちょっと、あと5分か。まあ短い、なんだろう、こう、
ちっちゃい仕事でも維持し続けられる、そういうタレントさん個人に芸能活動がこうできるっていう土壌があるからできることで、多分それはアップフロントじゃ無理なんだろうなと、そういう人材もいないんだろうななんて思います。メンバー追加以降の脱退劇は門外の自分ですら不安感を感じるので、その他の人心中を考えると他人人ごとだからちょっと辛いですと。もううちのですね、相棒がユカリン推しですから、もう本当に今まさに落ち込むオタということで、この前第1回慰める回やりましたけども、第2回ダンサイカート、第3回と続けてます。本当に続けていきます。サキチが辞めてすぐにユカリンが辞めるっていう流れをファンには事実として受け止めきれないんじゃないでしょうか。本当その通りですね。ちょっとまあいろいろ説明もあったんでしょうけど、まあちょっとね、衝撃的ですよね。ショッキングですね、これ。春の中で一番外に向いてる雰囲気だったスマイレージでこうなっちゃったのは残念ですね。本当その通りです。ございます。つくさんがこれから女子プロレスっぽくしたいと秋元さんとの対談で言ってた気が、あれは何だったんでしょう。ああ、これね、わかるんですよ。僕ね、ザ・キラーコンテンツ、キラコンっていうやつを、第1回、第2回と新宿フェイスでやって、今もその流れで、まあ、プロレスとか、プロレスっぽいやつの、興行っていうのは、実は浅草とかでやってるんですけど、まあ、もともと僕、西口プロレスっていうのが大好きで、そっちで、そっちとコラボするっていうんで、何西口とやるのかってことで、ね、レフェリーがバッテン玉川さんという人だったり、まあそれで見ないわけにいかないってことで、1回目も2回目もちゃんとお金出して見に行ったんで、あれなん、ちゃんと見てるます。で、見てるんですけど、つんくさんはね、基本的に真面目。で、プロレスは大好きなんだけど、プロレス的な笑いができない。なんかね、全部台本作っちゃうんですよね、あの人ね。まあ、椅子取りゲームとかいろいろやるんですけどね。お前そこちゃうんちゃうんみたいな感じでね。プロレスは好きだけど、プロレス的なことは苦手です。だから、あれは苦労しますね。まあ、そんなに簡単にうまくいくわけないっていう感じです。だから、そこに今ピコンと来てるのはわかると思うんですけど、まあ、無理ですね。ああ、こういうこと言っちゃいけないか。はい。ということで、ごめんなさい。これもう一回言いてえな。1時間じゃ足りなかったですけど。まあ、そういうことで、残り2ヶ月、ちょっと、ハロプロがどう変わるか、変われないか、ちょっと見続けたいとは思います。まあ、ユカリまだ、もう2ヶ月いますからね。それでも、前田優香はここにいたということを、少しでもブログとかでちょこちょこと書ければいいかなと思ってます。まあ彼女たちは今大混乱していると。福田香音、和田彩香はもう多分大変ですね今ね。私どうなるんだろうってね。面倒なんか見切れないように規制なんてね思ってると思います。まあそれも含めてって言っちゃちょっと残酷ですけど、特に前田優香という人材はもう今後そう出てこないし、見ておいて、まああの時涙流したことはもう枯れたよと言えるぐらいに、まあ私はまあ優香を追ったというほどのもんでないですけども、残りの時間をこう、まあ、まあ見守り続けたいと思います。でまあ文句も言います。文句しか言えないですけどね。もう文句も言い続けて、言い過ぎた、言い枯れた、もう枯れたぐらい言い続けたいと思います。ということで、最後に、いつもありがとうございます。ブログとか読んでいただいている方、ツイッターとか読んでいただいたり、またコメントしていただいたり、リツイートしていただける方、あと現場でくだらない私の話に付き合っていただいている方、あといろんな情報とかですね、写真とかグッズまでいただいているような方、あと飲み会でいつもお付き合いいただいている方、本当にすべての皆さんありがとうございます。ちょっと名前とか言いませんけども、今回はですね、まあ次ゴーストリーム始まるということで、1時間で、終えました。で、ということで、次は、まあ、2、3時間ちょっとテーマを決めて話したいと思います。どうも、今回ありがとうございました。49人の方、総勢155人の方、どうもありがとうございます。50人の方、ありがとうございます。それでは、またお会いしましょう。さようなら。